はい、こんにちは、スレトルトと申します。 The Escapist 2実況プレイ始めていきたいと思います。前回監獄船オルカで、まあ、24時間脱出を成功したんですけども、1個前のやつまだやってないですね。これ普通の、刑務所カパウ強制収容所ですね。なんか敵陣近くに、まあ、なんか内戦というか紛争が行われているような、近くの刑務所なんで、さらに治安が悪いような刑務所なのかな。うわー、兵士多いな。兵士多くないかこれ。はい、じゃあまあ今回もこれでいいかな。やっていきましょう。さあやっていきましょう。今回もレトルト組んでいきます。うわ、めっちゃビリビリしてる。ああ、よく来たね。どんな刑務所も脱獄してみせるそうだが、ここではどうなるか見ものだよ。軍隊と同じく点呼は必須だ。必ず顔を出してもらうぞ。かついなハゲのさん、ハゲグラさん。食事はここで取る。地元の料理がすぐに気に入るはずだ。あ、いいね。ゴーヤーチャンプルみたいな感じかな。地元の料理。当館の医務室には有能な職員や機材が揃っている。うんうん、担ぎ込まれる。生きる目的を失いかけたらここで仕事をあてがってやろう。あ、いつものハローワークだね。ここでも仕事があると。大自然の中で体を鍛えられるなんて素晴らしいことだろう。めっちゃ普通の土の上になんかあのロードバイクみたいなのが、あのバイクのやつがあるんだけど。自由時間には面会が可能だ。まあ君に会いたいというものがいればの話だが、いないんだろうな。この上の階へは立ち入り禁止だ。呪われているのでね。なんかやばそう。なにこれ、こんなのもう嫌って。何これ、普通のなんていうんだろう、上側。あ、あるはあるんだ。ダクトに繋がってはいるけど、だってこのダクト繋がってあっち行ったとしても、あのトイレのところに出るだけでしょ。きつそう。なんか監視カメラもあんじゃん。こいつらと一緒。ちょっとプライバシーをね。めっちゃ見に来てる。俺が映っただけなのに。プライバシーをね、もうちょっとしっかりしてほしいよな。みんな立派だぞ。めっちゃ褒められてる。所長も満足されたようだ。めっちゃゼロ戦みたいな飛んでんじゃん。お前ら全員を称えたい。画期的な技術を用いて強制してやろう。怖いね本当に。本日某調べられるボンクラの名前はヒッツとジョディ。あ、上側にも棒があるんだな。と言っても夜入ってくんでしょ。夜こう逃げ出すのすごい難しそうじゃん。朝食はどこなの。やだな。なんかさ、どんどん劣悪な環境になっていくみたいな感じだけどさ、なんつうんだろう、悪いやつはまたもうこういうとこに来たくないみたいな思わせるために、どんどん劣悪な環境に、刑務所としては劣悪な環境の方が、なんていうの、有能な刑務所らしいですね。確かに一つ目のところの刑務所って図書室もあるしさ、仕事も少ないし、自由時間も多いし、なんだろうな、脱獄。めっちゃ喧嘩してんじゃん。あいつが喧嘩し終わった後に、倒れた後に物を盗もうかな。よしよし、いいよ。グローブ。あ、これ強心剤だけもらおう。違う違う、なんで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 や、なんでや、盗んでんのが見られたってことか。悲しい。しょっぱな、しょっぱなじゃん。盗んでんの見られちゃいかんのやな。運んで。医務室は2階なんだな。遠いな。なるほどなるほど。いや、ここ大変だぞ。労働が、あれ、労働施設どこ。紫のやつ開くんだな。ここに、だってさ、ここ通るのにあれが P があるじゃん。遠いな。労働所が遠い。ここか。よろしくお願いします。仕
仕事がないときは内職手配所を訪れ職員を話しかけるとコインを受け取る。ちょっとお金もらえんだよな。ちょっと時間頑張って聞けば、はした金のために働くのは最高だぞ。ただの囚人に戻りたまえ。ちょっとお金もらえんですよ、10円ね。だから本当は仕事に就かなきゃいけない。種植えはすぐ行けるっぽいな。穴を掘って種を埋めろ。花が咲けばめっけもんだ。詰まり直し、パイ焼き、郵便仕分け。なんかあんまりお金もそんなに。60円、40円、20円違うんだ。この種植え、じゃあ次に入ってみようかな。自分のところの下なのかな。この監視カメラってここは届くのか。あ、届いてない。え、監視カメラだって。結構きつくないかこれ。今までさ、人の盗み、なんか盗むこと自体はなんか許されてたような感じがすんだけどさ。モップだけもらおう。運動か。まあ、これはやんなきゃいけないよな。こっち筋力で、こっちが体力ですね。筋力鍛えていい仕事。おはいはいはい。おい。まあ、筋力より先、お勉強ではあるんだけど、すごいな、これ。この運動、結構難しいと思うけど、筋力が40になりました。この監視カメラが右向いてるときに、こっち向く感じか。モップがね、金製品じゃなく戦える武器なので、監視カメラの向きを気にしながらやんなきゃいけないんだ。ろくなもんねえな。俺の、これが俺の机ね。監視カメラが右に向いたときに、うん。あ、ダメダメダメ、違う違う違う、危ない危ない危ない。ふうふうふうふふ、ようやく自由時間になりましたね。監視カメラが完全に右を向いた時にこれ調べなきゃいけない。いや超大変じゃん。盗みが難しいっていうのはめんどくさいな。釘とかいんのかな。やばい、見つかっちゃうんじゃないこれ。なんか必要なものが少ないね。あ、違う違う違う、見られた見られた見られた。すぐに走ってくるんだもん。なんか監視カメラを止める手立てみたいなのないんすかね。結構よくよく見たらこの囚人の机いっぱいあるね。今回依頼を唱えるよりは、あ、ヤスリゲット絶対必要でしょこれ。な、違う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 、ふう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 、俺じゃないです俺じゃないです。やべえな今回。今回きつくないかこれ。これは明らかに今までより難易度が高いと言って良さそうですねこれ。しかもあんまりいいアイテムが、ちょちょちょ、めっちゃ走ってくんじゃん。やばい。ちょっとずつ、ん、何、あ、爆弾が爆発してんのか。え、俺の警戒度、あ、撃たれてんじゃん。え、今ので撃たれんの。これ取られちゃうよ。きつい、これ。きつい。全然来てくれないし。これは今までにない難易度だな。コツコツ。コツコツなんていうのはアイテムをこっそり揃えてっていうことがかなり難しくなってる。監視カメラで盗んでいるところが見られちゃったってことなのかなこれ。どうしよう。これどうしようね、マジで。脱獄に必要ななんかアイテムとか、脱出のなんかヒントみたいな、前回なんか紙に書かれてたけど、その紙ってどっかにあったりすんのかな。あ、犬がいる。あ、ここ入れるじゃん。
ここは今後なんて言うんだろう、あ、いい、ここは今後なんか楽にゲットできる場所になりそうだ。あ、いい、取んなきゃいけない、あそこ通らずに帰る手段ないかな。勉強するか。そうか、そう、あそこをパッと帰るのにも簡単にはいけないってことか。え、今回マジできついぞ。ちょっとなんだろうな、脱出方法というか脱出の手当てを模索していかないとこれ結構きついかもしんないね。ちょっと40にしたいな。40からまた作れるものも増えるので、いや今回は今までで一番きつそうですね。もうへばったってなんだよ頭痛くなったのかな。ここ入れる。お、囚人の机じゃなくてこういう安心できるところから盗む方がいいかもしんないね。入れない。夕食、ここ入れる。だって金製品を、え、どうやって外出りゃいいんだこれ。あ、とりあえずここは大丈夫でしょ。あそこ通らずに戻れる。そのめっちゃ怖い、めっちゃそこ入っちゃダメなんだ。あー、こうすればよしよしよし、こうすればとりあえずあそこのゲートをくぐらずに帰る方法はありそうだね。俺がなんとかゲットした今回の金製品。夜とか無理じゃんね。もう白い白い、俺が持ってるもの白いものしかないもんね。トンカチ、ハンドル、これも置いといて。労働時間、労働は1日2回あんだな。仕事つくかこれ。種植え、穴を掘って、よし、オッケー。棚植えの仕事はこっちですね。今禁止、あ、あそこか。んー、遠回りすごく遠回りじゃん。あ、そっから行けんのか。え、待って。1、コンテナからスコップと種を入手する。2、近くに耕された土にスコップを使用し小さな穴を掘る。穴を掘った種を選択して小さな穴の上で使う。種を植えたらスコップで埋める。これをノルマ達成まで繰り返す。はいはい、スコップそんなにいらないけど、このスコップ、これ金製品なんだ。で、種を植えんじゃないの。あ、もっと掘らなきゃいけないのかな。くたくたり続けられない。くそ、スタミナがなかったか。おや、スタミナ、スタミナない。休憩しなきゃ。これまずいな。休憩する場所ない？椅子ない？あ、シャワーシャワーシャワー浴びなきゃ。うわー、なるほど、スタミナも必要と。ちゃんと飯食っときゃよかったな。これは今回首に、早速首になっちゃうからね、急がなきゃな。楽な仕事じゃないねこれ。え、え、え、小さな穴を掘る。穴を掘ったらだって 100% でしょ。し、首だこれ。これ結構難しいなぁ。種置きまくろう。この仕事はだいぶスタミナがないとダメだし、スコップもしょっぱいし。あいつがいなくなってから、あー、でもめっちゃ見てんなぁ。ダメだこりゃ、これは盗めない。いやー、今回難しい。ちょっとコツみたいなものと脱出の手立てみたいなのが欲しいけど、お金ないとダメでしょ。
ミッションを受けていくしか。え、このダクトカバーあいつの机に仕込んでいて、これは簡単そう。びっくりした、怖い怖い怖い、すぐ喧嘩するんだもん。自由時間になりました。んー、まあでも人の机にこれ入れる行為自体も結構案外難しかったりするわけで、いるだけじゃん。俺の場所じゃないからってことかな。はい、入れたよ。うん、お金が23、25円ぐらいもらいました。やばいやばい、いてマジかよ、マジか。こことかでも夜切って脱出みたいな感じかな。ここ通れんだ、あれ監視塔ですよね。あそこから銃が撃たれたりするわけですよね。ちょっともうなんか俺じゃ無理なんじゃないかなって。じゃ、はい、ということで、いろいろ生活をしてる上でちょっと間違ってたこととか分かってなかったこととか、あと脱出の方法とかをちょっといろいろ調べてみました。まず監視カメラをなんか逃れながら下側の机を調べるっていうのはかなり難しいんですね。で、俺の棒以外の、場所に入ってるとすごく怒られちゃうんですよ。俺の棒がここなので、ここに入る分には怒られないんですけども、他の棒に入ってるところを看守に見られるとものすごく怒られちゃうので、まあ言えば安心して調べられるのは、ここの机だけなんですね。言えば、安心して調べられるのは。かなり、きついことになってますね。あと、まあ、他にもいろいろ間違ってたことがあるんですけども、なので、なんかミッションとか受けたとしても、下の監視カメラの下側の机にアイテムが入ってたりすると、結局、なんて言うんだろう、見つかっちゃうので、監視カメラの下側の机だけが、まあ、安心して、調べられるってことが分かりました。ダクトテープいるかな、どうだろう。で、労働時間。で、労働についても、俺ちょっと大きな勘違いをしてることに気づいて、これとソーダ缶置いておきましょう。まあ、かなりの大きな間違いを、俺犯してたんですけど、まず、ここでスコップをゲットするじゃないですか。で、種を、まあ、拾っていくんですけど、俺ここ拾って、ここを掘ってたんだけど、ここはね、まず全然違ってですね、ここでした。ここが畑でした。ここに穴掘って、いや、きついなと思ってたんだけどね。ここに穴掘って、種を植える。ここに穴掘って、種を植える。これをしなきゃいけなかったんだね。まあ、とりあえず全部穴掘って、スタミナとかもね、使わなくていいっぽかったな。いきなりあそこ掘ってたら、急に看守にぶん殴られて、なんてひどいとこなんだ。仕事もさせてもらえないのかと思ってたら、いや、そういうことでしたね。ここに種を植える。ここに種を植える。で、ここで植える。いや、普通に簡単だったね。普通に簡単でしたね。種を植えて、よし、OK。4つ植えればノルマ達成。これで後でお金が振り込まれると。これならできそうですね。で、今回は本当に色々危険なので、こういうなんかね、ところを通ったりすると、今のスコップを持ったままね、ああいうとこ通ったりするとすごい怒られたりもするので、今回はさらにちょっと安全に取引、人とかから奪わずに取引だけで脱獄をしていこうかなと思うんですよね。運動、スタミナ大事なので、ちょっとスタミナを、これで連打で上げつつ、
で今回の脱獄計画なんですけど、ちょっとこれは攻略をのやり方でちょっと見ちゃったんですけど、このままだと俺ぐったぐだで何パートも、してしまう可能性もあるなと思ったので、体力を上げましょう。体力はあのあれだね、稲妻マークの値が、上がるっていうことなんですけど、今回脱獄の手立てに、脱獄する時のためのアイテムがあのバイク、あのバイクを使って脱獄をしたいんですね。であのバイクのところ、あの赤の鍵とかいろんな鍵使わないといけないじゃないかっていうところあるんですけど、実はこの上にハーモニカを弾きながらちょっと、やろうかな。この上に実はダクトがあってですね、あのそのダクトがあのバイクのところとつながってるらしいんですね。でもここテーブルとかがないので、テーブルをここに持ってきて上に登るってことができないじゃないですか。それをするためには、あのなんて言うんだろうな、あのペンキ缶みたいなものをクラフトして作って、ここにあるかな、ペンキ、あった、これだ、簡易はしご、このペンキ缶を3つ、作ること、3つか使うことによって、まあ、簡易的な机、上を登るアイテムをゲットできるらしいんですね。でそれをここに置いて、でダクトの中に潜り込んで、下側のあのバイクのところにもダクトがあるので、そこに降りて、そのバイクの燃料を使って、脱出することがどうやらできるらしいんですね。でまずはその、あ、これを3つ集めようかなと。製品じゃないんだな。こいつら戦ってエナドリしかないか。エナドリもらっとこう。まあお金をまあそこそこ集めつつ、このペンキ缶をまず3つ集めるところから。危な、バレた、バレたか。危な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 、怖い怖い怖い。さすがにあれか、あの監視カメラが下の時はダメなんだな。いやめんどくさいねこれ。これは普通に持ってていいものらしいので、このペンキ缶3つと、あとソーダ缶が、これも使うらしいですね。このソーダ缶がどうやら、エンジン的なものになるらしいんですね。このソーダと、あとシュガーっていう砂糖も必要で、その2つをゲットすると、なんていうの、エンジンのものになるらしいんだけど、取ってきてくれないか。いやこういうのもさ、取ってきてくれないかって言うんですけど、いけない場所のにあったりするんだよ、この接着剤とかが。そう、この下側のさ、監視カメラをちょっと逃れる方法も俺まだ分かんないので、下側だったりとか、この盗品のやつも、あいつを殴って倒して、捕まえろとかなんですけど、監視カメラがある場所で殴ったりするととんでもないことになっちゃうんですね。いや難しいな。だしばらくはお金を貯めて、ちゃんと労働してお金を貯めて、取引をして脱獄っていう手段しかなさそうかな。そうですね。あとまあ筋力とかもいい職業にありつくとかしかないのかな。あとシュガーのやつはどうやってつくんだ。あ、これですね、簡易ジェット装置っていうのが、ソーダとシュガー、この2つでできるっぽいんだよね。この2つを使えばいい。この2つはまあ簡単にゲットできそうな気がするんで、お金さえ集めれば脱獄は容易なのかな。はい、ということで今回の脱獄はものすごく難しくなっちゃいそうですが、とりあえず方針は、調べたのでなんとかなりそうですね。今回はもう本当に、なんて言うんだろう、盗みすらあんまりせずに、しっかり、なんて言うんだろう、働いてしっかり働いて、囚人と取引して、そのお金でアイテムを買って、こっそり脱獄をしていくっていう形にしていきましょうか、バイクでね。で、なんか夜じゃなくても行けるっぽいので、まあそういう意味ではそんなに難易度は高くないような脱獄かも。まあ時間はあんまかからないかもしれないですが、コツコツやっていきましょう。
普通に境界線突破で脱獄するっていうのはかなりこのゲームにこの生活だと時間かかっちゃいそうですが、今回はちょっと、特殊脱獄っていうのを、まあ、その普通の刑務所ではやってこなかったので、全部境界線をね、突破するっていう脱獄方法しかやってこなかったので、今回はスッと脱獄を、次回決めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。今回はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。レトルトさーん。